皆さん、こんばんは。三重県怪談話へようこそ。三重県の最恐れスポット、旧長野トンネルにご興味ありませんか？この場所には、数々の恐ろしい噂が存在しています。本日は、その謎を解き明かしていきます。ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。これから、一緒に恐怖の世界へ足を踏み入れましょう。旧長野トンネルの呪い、実は怪談スタートです。三重県津市の山深い場所にある旧長野トンネル、その名を聞くだけで地元の人々は眉を潜め、決して近づかないよう警告する。このトンネルはかつて戦国時代の激しい戦場で多くの武士たちが命を落とした場所だ。彼らの無念がトンネルに宿り、時が経つにつれてトンネルは廃墟と化し、その存在は忘れ去られていった。しかし年月が経つにつれ、この場所で霊的な異常現象が報告されるようになった。霊感の強い者が訪れると、何とも言えない不快な感覚に襲われるという。空気は重く、ひんやりとした風が体を貫くように感じられる。遠くから聞こえるのは、戦で切り倒された武士たちの悲鳴か、それとも無念に命を落とした者たちのうめき声か。トンネルの中では時折影のようなものが動き、冷たい風が吹き抜けるたびに霊たちがささやくように感じられる。このトンネルはもはやただの建造物ではない。長年にわたり蓄積された怨念が渦巻き、訪れる者に破滅をもたらす呪いの力が宿っているのだ。深夜、月明かりがかろうじて山々を照らす中、の、り、そして空の三人は、旧長野トンネルの前に立っていた。のんは悪魔ハンターとして幾多の恐怖に立ち向かってきたが、この場所には普段とは違う、得体の知れない不安を感じていた。霊媒師のりは、すぐにトンネルから発せられる強烈な霊気を察知し、瞳を閉じて霊たちの声を聞き取ろうとした。ここには非常に強い霊的な力が働いている。多くの魂がこの場所に囚われているようだ。鳥居は低くつぶやいた。彼女の言葉には重々しい響きがあり、仲間たちにも緊張が走った。クーはそんなリーの横で、魔術の準備を進めていた。古代の呪文を唱え、トンネルを覆う霊たちを鎮めるための結界を張ろうと試みる。しかし、その瞬間、彼らの前に濃い黒い霧が立ち込め、冷たく鋭い風が一気に吹き荒れた。霧の中からは、まるで人の形をした影が現れ、彼らを睨みつけるように立ちはだかった。ノンは即座に剣を抜き、鋭い目つきでその影を見据えた。これはただの霊ではない。もっと強力な存在がこのトンネルを支配しているに違いない、と心の中でつぶやいた。彼らが何者と対峙しているのかを知るため、さらなる調査が必要だと直感したノンは、リーとクーに気を引き締めて進む。何が待ち受けているかわからないと告げた。トンネルの入り口に足を踏み入れた瞬間、霊たちの悲鳴が耳をつんざくように響き渡り、ノンたちの前途に暗雲が立ち込めた。リーは霊視の力を使い、トンネルの奥に進むにつれて空気がどんどん重くなるのを感じていた。彼女の目の前には、かつてこの場所で命を散らした無数の落ち武者たちの姿が浮かび上がる。彼らは鎧に身を包み、血に染まった刀を握りしめたまま、無念の表情でリーを見つめていた。戦場での激しい戦いで命を落とし、彼らの魂はこの世に強い未練を残しているのだ。その目は今なお俗苦戦の中に閉じ込められているようで、苦痛と怒りで燃え上がっていた。リーはその光景に圧倒されながらも、彼らはこの場所に縛られている。トンネルそのものが彼らをこの世につなぎ止めているのだ、ノンとクーに告げた。トンネルの壁はまるで無数の魂が閉じ込められた檻のように、
霊たちのうめき声が反響していた。しかし、戦で命を落とした霊たちだけではなかった。リーはさらに深く霊視を続けると、近年このトンネルで多発した交通事故の犠牲者たちの姿も見えてきた。彼らの顔には恐怖が刻まれ、その瞳は絶望と怒りに満ちていた。無念のまま命を奪われた彼らは、トンネルを通る者たちにその苦しみを伝えようとしているかのようだった。これほど多くの霊が集まっているのは、この場所が何かに囚われているからだ。トリーは確信した。しかし、その言葉を口にした瞬間、彼女の視界が急に暗くなり、霊たちの怒りが激しさを増して襲いかかってきた。リーはその怒りに耐えきれず、声を上げて交代した。フーはすかさず魔法陣を描き、霊たちを解放するための儀式を開始した。しかし、彼が呪文を唱えるたびに、黒い影が現れ、儀式を妨害しようとする。その影は、まるでトンネル全体が生き物のように、風の力を封じ込めようとしていた。ノンはその影に向かって剣を振り下ろし、何かがこの場所を支配している。これを止めなければ、私たち全員が危険だ、と心を決めた。ノンたちは、霊たちの怨念に導かれるようにしてトンネルの最奥へと進んでいった。そこには異様なまでに強い霊気が漂い、空気がまるで腐りかけているかのように重たかった。突然、巨大な落ち武者の霊が彼らの前に立ちふさがった。彼は鎧に身を包み、その目には何世代にもわたって積み重ねられた怨念が宿っていた。ここを通るのご案内。我が恨みを受けるない。その霊は叫び声とともに、巨大な刀を振りかざした。その一撃は、空間を裂くような力でノンたちに襲いかかってきた。ノンは即座に剣を構え、霊の攻撃を受け止めようとしたが、その影の力は強大で、剣の刃が無力化されてしまう。彼は後退しながらも、必死に考えを巡らせた。この霊の力の源は何なのか。どうすれば、この怨念の連鎖を断ち切ることができるのか。リーは霊視の力で、霊の過去を探り始めた。彼女の目には、その霊が戦で大切なものを失い、その無念を今も抱き続けている姿が映った。この霊は、失った者への愛が未練となり、怨念を増幅させているその思いを鎮めることが唯一の方法だ、と。リーは確信した。クーはその言葉を聞き、力を振り絞って儀式を続けた。彼は失われた愛の記憶を呼び起こす呪文を称失われた愛の記憶を呼び起こす呪文を唱え、その霊に安らぎをもたらすための儀式を行った。その儀式によって、霊の心に残された断ち切れない愛の記憶がよみがえり、怨念が徐々に薄れていく。ノンはその瞬間を捉え、霊に向かってその名を呼びかけた。あなたが守りたかったものは、もう安らかに眠っている。あなたもここから解放される時だ、と、真剣に訴えかけた。その言葉が響いた瞬間、霊は苦しみの中で涙を流し、そして徐々にその姿を消していった。彼の怨念は愛の記憶によって浄化され、トンネルを覆っていた黒い影もまた静かに薄れていった。急長のトンネルは再び静寂を取り戻した。ノンたちは使命を果たした達成感に包まれながらも、どこかに不安が残っていた。この場所にはあまりにも多くの霊が集まっていたのだ。それは単なる偶然ではなく、何かもっと深い闇がこの土地に潜んでいるに違いない。フーは不安げにつぶやいた。これで全てが終わったわけではない。まだどこかに、この土地を呪っている何かがいるかもしれない。ノンはその言葉に深くうなずき、新たな任務に備える決意を固めた。三重県の山々には、まだ解決されていない恐怖が潜んでいるのだ。彼らは次なる任務に向けて、一歩を踏み出した。その背後で、
急長のトンネルは静かに佇んでいたが、その内部にはいまだ完全には解消されていない怨念の痕跡が残っているように感じられた。それは新たな恐怖の始まりかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。三重県の旧長野トンネルの謎を解き明かす旅、いかがでしたでしょうか。このチャンネルではさらに恐怖でゾクゾクするような心霊スポットをどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。いい悪夢を。